赤の爪ならおごります大作戦。だいぶ予算もたまってきたようじゃし、このまま無事に行けば皆さんに赤の爪ナナをおごれそうじゃねえ。はい、みんながツイッターでバイトあるあるをつぶやいてくれてますし、ジョブ部も毎日バイトに精を出していますからね。ああそうじゃ、ジョブ部といえば一つ疑問に思ってるんじゃが。なんすか、どうして自分だけ毎日カラスに襲われるかってことですか。そうじゃないよ、今回もいろんなゲスト声優さんが発表されたが、ジョブ部の声優は一体あれ誰なんじゃ。あー気づいちゃいましたか。え、ユシャ君知ってんの。知ってますよ、あのジョブ部の声優は。声優はフロッグマンの長男、オタマジャクシ君です。え、息子かよ、なんじゃ初見内容じゃないか。いいですか、今回はナナにこだわったキャスティングをしているんです。だから選ばれたんですよ。なんじゃね、7歳とかが理由かね。いえ、親の七光です。そっちの七かよ。さて、ここで皆さんに重大なお知らせです。来たる3月20日より開催される東京アニメアワードフェスティバル、略してタフのオープニング作品に鷹の爪ナナが選定されました。おぉ、というわけですので、タフ初日の3月20日東宝シネマズ日本橋にて鷹の爪ナナ世界最速ワールドプレミア上映決定。もちろん無料です。オープンしたての東宝シネマズ日本橋でどこよりも早く鷹の爪ナナが見られるのかね。しかも当日は舞台挨拶もありますよ。登壇者はゲスト声優の木の実ナナさん、本田翼さん、そして監督のフロッグマン。ついに木の実ナナさんも登場か。チケットは当日の朝11時から会場にて配布予定。皆さんのお越しをお待ちしています。まさかの親の七光発動やタフオープニング作品選出など何かと話題に事欠かない鷹の爪ナナ。いろいろハプニングはあったものの、無料に向けて順調に作戦は進行中。皆さんも公式サイトからバイトあるあるをつぶやいてジョブ部を応援してください。